はい、どうもどうも、日暮たまずです。今回は虹色クワガタの幼虫を、この発光マットこれに、移していきたいと思います。なんかこれ大きくなるやつらしいんで、ではちょっと準備をしていきましょう。で、発光マットって初めて買ったんですけど、めっちゃ臭いんですね。まあ、匂いがあって問題ないっていうことなんですけど、外にどんぐらい放置したかな、3日ぐらい、いやもうちょいかな、1週間ぐらい放置したんですけど、あ、臭くないです。もう臭くなかったです。はい、ではやっていきましょう。これ見る人が見ればわかると思うんですけど、あれですね、例のあのなんだっけ、亀水槽で亀池を作るときに失敗したフィルターです。で、まあ、水を足してって混ぜていきます。まあ、こんな感じでね、だいたい1箇所だけなんですけど、まあ、こんなのは当たり前ですよね。こうダマができて、こう手で潰したときに、潰すというか触ったときに崩れるぐらい、それくらいがいいらしいですね。あんまり水が多すぎても死んじゃうらしいです。まあ、なので身を見まねでこれからやっていきたいと思います。はい、だいたい混ぜ続けました。はい、まあこんくらいですね。で、まあこんな感じで結構簡単に破壊できる。で、水も出てこない。まあこんぐらいがベストかなって思います。ではここで一つ、虹色クワガタくんが大きくなるための段、大夢チャレンジ、これを入れていきたいと思います。なあ、これ開かねえ。あ、開いた。貼り付いてますね。これ冷蔵庫で保管しといたんですよ、ずっと。それが良かった気がします。これを混ぜていきたいと思います。もうちょっと買えばよかったかな。確かこれ88円ぐらいだった気がするんで、188円でした。まあ、でかいやつ買うってか、なんかグッサンさんとかも結構がっつりやってたんですけど、僕菌糸の取り扱い方とかよくわかんないんで、まああれ、まあ、僕は適当成人なんで、結構何もかも適当にやっちゃう感じなんですよ。まあ、なので、あれです。はい、では混ぜていきたいと思います。あ、冷たくて気持ちいいっすね。これで菌が繁殖してくれたら完璧なんですけど、まあ、どうなるか分かんないですね。では混ぜていきます。はい、ちょっと虹色クワガタの幼虫が何匹いるか分かんなかったんで、ちょっと集計していきたいと思います。はい、まず1匹っすね。1匹目、2匹目です。結構大きくなってますね。掘り出してる動画出そうと思ったんですけど、つまんなかったんでやめました。はい、3匹目、結構大きさは全体的に同じぐらいですね。これなんかすごい食べてあります。はい、どこいる、どこいたんだろう。5匹目、じゃあここからは飛ばします。はい、確認できたのはこれくらいですね。
あえてグロ注意とは言いません。あーもう言っちゃったわグロ注意って言うとちょっと この子たちにねかわいそうなんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 匹ですね。でこのうちの2匹はプレゼントするので、あれですね、家にいるのは11匹ってことになります。どうしようかな、でかいやつの方がいいかな、プレゼントするの。ちっちゃいやつの方が餌でこれから大きくなるという未来が待ってるんで、まあ、とりあえずこいつ、あーごめん、ちょっとオスとメスっぽい、まだ全然わかんないけど、はい、この2匹はプレゼント用にしますね。はい、でこの11匹え11匹だよね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、この11匹をこちら、見えないと思うんですけど、こちらにいっぱい買ってきたんで1個10円で移していきたいと思います。まあ1個だけちょっとやるところを見せたいと思います。あんまり長引いてもあれなんでね、水分も大丈夫だよ、ちょっと濡れすぎな気がするんですよね。乾燥した土を入れときましょう。やっぱこうカビて死ぬのが僕的に結構怖いんで、前のオオクワガタも1匹だけそれでやられちゃったんですよ。他のは大丈夫だったんですけど、1個だけ菌糸でやってて、で幼虫自体も結構でかくて、でそいつだけっていうか、それを中心になんか水とかやってたんですよ。そしたらそいつだけカビて死んじゃいましたね。やっぱ放置ぐらいが一番クワガタって、まあそこまであれないやつは大丈夫だと思います。では入れていきましょう。いろんなのをブレンドさせたマットですね。最強ではないと思うんですけど、まあ虹色クワガタなら多分これくらいあれば十分だと思うんで、あれがね、はい、こんな感じです。もう簡単です、こんなんです。で、はい、1匹こいつを入れときます。これで完成です。はい、では全部やっていきたいと思います。はい、終わりました。まあ大体、8,9,11 足りなかった分はこの前からあるやつでやりました。やっぱりクワガタって安いっすね。なんかこんなに卵を産まれて、でまあ少ない方ですよね、ニジルクワガタにしようですけど、容器が1個10円ですから、これまあ中古なんですけどね、中古なんですけど10円なので、結構これは僕的にすごいいいと思うんですよね。でもうこれを、まあ、マットの交換はちょっと様子見てやっていきたいと思うんですけど、多分虹色の幼虫ってそんな食わないと思うんで、どうしようかな、まあ悩んでます。まあこれをここのクワガタ棚に入れていきたいと思います。あれが親です。まあ、さっきちょっといじくったんですけど、まあ、動画にすると長くなっちゃうんで、はい、こんな感じ。まだ残暑的な感じで、最近なんか天候がすごい荒れてますよね。もうクワガタの季節終わっちゃったかなってちょっと思ってます。
樹液がね流されちゃうかな。取り行きたいんですけどね。はい、こんな感じで終わりました。これが僕ん家のクワガタ棚ですね。まあ多分興味ない人もばっかだと思うんですけど、すごい雨降ってきた。まあ説明していきたいと思います。これがオオクワガタ、この大三角形で、これもオオクワガタ入ってます。これがオス1匹で、セット、オスメスセットで、これがプレゼントのやつです。まだちょっと僕の都合とあちらの都合が合わないんで、まあ、DM でやり取りしながらやってるんですけど、ちゃんと渡しますよ。そういう、あげないプレゼント詐欺とかしないですからね。で、この奥にあるこれがメスが入ってます。メスは何匹かまだ余ってるんですよ。確か2、3匹え、そんな余ってないかな。まあ、わかんないですけど、はい、いないかも。その奥にあるのが、あれがお母さん、お父さんです。僕のじゃないですよ。クワガタたちの、オオクワガタのって感じです。で、今はオオクワガタ、虹色クワガタって感じの棚になっています。まあこんな感じで終わりました。では、ご視聴ありがとうございました。今回は虹色クワガタにいろいろやってみたでした。さよなら。